岡山県住みます芸人ワンダーランド谷坂です。せーの、ワンダー。さあ、和歌山の旬を食べよう。はい、今回はですね、和歌山の桂木町で採れたシャインマスカット。立派で、僕の顔と同じぐらいあります。知ってました？これシャインマスカットって日本産なんですよ。はい、マスカットオブアレキサンドリアっていうね、もともとマスカットってヨーロッパの方であったやつが、まあ、品種改良されて日本に適したマスカットになったのがこのシャインマスカット。主に、山梨、長野、岡山県なんかが、産地ですね。和歌山はやっぱりまだまだ少ないんですけど、これ桂木町ということで、まあ紀北筋で結構やっぱり作られてるのかな、橋本とかあっちの方。はい、お、こんな楕円形の形しております、ね、ブルームって言って、このまだ白いねのがついてますわ。もうこれ皮ごとで種なしなんで、もうそのままいけるんでいただきたいと思います。甘っ。あ、皮の食感もいいですね。シャキシャキの真ん中ぐらいやったから、上の方が甘いってね、前も強報の時に言いましたけど、これ上の方いきます。うまっ、やばい。なんかやっぱマスカットって贅沢な感じがするんですよね。いや、あんまりやっぱね、食べたことなかったんやけど、マスカット味のなんか飲み物とかあるじゃないですか。あれめちゃめちゃマスカットですよね、ちゃんと。なんかあんまりこういちご味といちごってこうリンクせえへんかったりとかするけど、マスカットはすごいこう味が合ってる気がする。食べ物の、あの飲み物とかにしたら。一回ちょっとこの皮のプチっていう音をいきます。結構だからな、めっちゃうまい。皮もね、めっちゃ薄いんですよ。皮も食べれるからもう捨てれない。よいしょ、見てツヤツヤ。またピンタワン、俺にしか。うまい。うん、おいしい。マスカットの時期は、まあ、巨峰とほぼ同じです。夏から秋にかけて、非常に美味しく、最近やったスーパーでもね、出回ってると思いますので、ぜひこちら和歌山県のシャインマスカットもぜひ食べてみてください。フルーツタルトとかにもいいよ。